はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画のイコーです。ウィンニングポスト9-2021、ライブ配信始めていこうと思います。2023年もいよいよ終わりの方ですね。11月4週からのスタートです。ではやっていきましょう。あれ？ゲームの音は聞こえない？サウンド、いや聞こえるよね。問題ないのね。なんでだ。BGM は聞こえるのになんでだ。クイーン賞、天の尼ループ一番人気。あ、まあ、でも、これ、あれか。ちゃんと実況聞こえるよな。ダイジェストいきましょう。さあ、短い直線に入って、聞こえる、聞こえる、ここからが腕の見せ所。先頭、差を広げにかかります。なんか、おかしい。2番手、ちょっと、これ、起動し直します。強い、強い。圧勝、ゴールイン。嘘でしょ。勝ったのは、よくないですね。ちょっとこれはやばいな。一回立て直します。なんでだろう。ウィニングポスト9、
さっきこれ聞こえなかったんだよな。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所、天野エネループ。聞こえた聞こえた、大丈夫だ。差を広げにかかります。エミーズパラダイス2番手、手応えはどうか。2番手はアスカリーブル、天野エネループ強い強い。天野エネループ圧勝ゴールイン。2着はアスカリーブル、勝ったのは天野エネループ、うん。さあ、天野スカイツリーがデビュー戦となります。一番人気ダントツ 1.4 倍の人気です。待機カデとかくらいですね。血統は何だろう、バンブーメモリーと天野なっちゃんか。何年前の馬なんだこれ。驚きだな。驚きだな。じゃあ、ダイジェスト。東京2歳新馬戦であと 1300m、 天野スカイツリーメイクデビューです。4コーナーをカーブして、さあこれから先頭に踊いてます。先頭後続とは3馬身以上ちぎった。腹に突き放します。内で食い下がる里のヒーロー、天野スカイツリー先頭。残り 200m を通過して後続を完全に引き離した。2番手はぶっちぎりましたね。後続は大きく離れました。圧勝です。天野スカイツリー独走、天野スカイツリーぶっちぎりです。2着はパイキカデット、3着に里のヒーロー。これは桁外れの強さだ。天野スカイツリー バランスがいい。なんだ？マイル中距離の1600から2000ってことか。さあ、次です。カトレアステークス、肩のアベンジャーです。一番人気。2歳のオープン特別か。なるほどね、グリグリです。ダイジェスト、東京オープン特別、2歳オープン特別、カトレアステークス、ダート 1600m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭争い、エリモミュージック、先頭外から肩のアベンジャー、エリモミュージック先頭、外から肩のアベンジャー先頭。さあ戦いが結構補正になっているのを抜き出した。この手応えはどうか。勝ったでしょう。差を広げる、勝ちました。次あれかな、ダートの最優勝かな。肩のアベンジャー、しかも昇級初戦。キャピタルステークスです。天の地で時間2番人気、1番人気フィエロか。本誌だけは取ってるな。
ダイジェスト東京オープン特別キャピタルステークス芝 1600m です。さあいよいよ直線の攻防、さあ中を割ってこようとする玉の地デジカがピエロにはちょっと伸び負けている。先頭はフィエロ、天の地デジカ必死に追います。離された。先頭2番手は天の地デジカ、フィエロ2着はなんとかキープっていうところですね。3着にグランデッツァ、これは桁外れの強さだ。フィエロ、京都2歳ステークス、天のテルマエロ登場、大鳥登場、大鳥キュア、プリキュアみたいな名前しやがって。一番人気クラブはハープスターが登場です。天のテルマエロ、それ続く2番人気ハープス、一応本誌本命は持ってるがね、実績定着だったからな。ラングレーとかも人気なんだな。まあとはいえ先行馬が少ないんで展開的にはチャンスと言えるんじゃないでしょうか。なんか天気優れないですよね。ダイジェストいきましょう。京都2歳限定ラジオ日経杯京都2歳ステークスは芝 2000m で行われます。4コーナーカーブから直線コースに行きました。雨がすごい。天のテルマエロ先頭、先頭だが外から来られてるぞ。パーサレウカ粘るか、なんとか粘った。1着でゴール、2着はハープスター、ハープスターに勝ちました。天のテルマエロ、まあまあ A ぐらいのスピードは持ってるってことか。次です。ウェルカムステークス天のアンドロイド、3勝クラスか。あ、人気ないな全然。いや厳しいんじゃないかな、ちょっと無理っぽい。勝ったりするけどな、勝ったジャパンカップの登場です。3頭出走です。一番人気はオルフェーブル、以下天のイクメン、天のタイタと続いております。クラブはトゥーザグローリーだですが、ルーナーデン、ジョシュアツリーナーを、外国サンバも、外国招待馬も要注意です。印はイクメンがまず丸まで、オルフェーブルグリグリとなっております。
ヘイタが様に行き、じゃあ次の一応収支入れておきましょう。イクメンがの展開的には逃げ位置で有利、先行馬が少ないですね。あとラストインパクトぐらいしかいないからな。サマノタリタどうする、前に行ってみるか。これどうなる、レース行きましょう。さあ、国際競争 D1 ジャパンカップ東京競馬場芝 2400m で行われます。オルフェーブルがグリグリダントツを一番人気ですが、果たして驚かす馬はいるのでしょうか。今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあ、いよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ、最後は大外枠のローズキングダム、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さて、何が行くんでしょうか。花を切ったのは天のイクメン。続いて凱旋曰く馬。この馬も前へ。さらには天のタニタ。7番ラストインパクト。その後ろ天のイクメン。先手を取りました。これに続いてジョシュアツリー。トゥーザグローリー。すぐ後ろその隣にローズキングダム、ドゥーナデル、そのうちに続いています。赤の帽子中山ナイト、その後ろその外にディサイファー、すぐ後ろにエイシンフラッシュ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。並んで14番エリモシャーガー、すぐ隣にセイクリッドバレー、1番人気のオルフェーブル中段につけています。内、うん、からはスピルバーグ、ね、並んで3番ダークシャドウ、コスモヘレノス、この馬もこのグループ先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。しんがりから名村クレセント、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度栗色の馬体天のイクメン、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し間が空いてローズキングダム、トゥーザグローリー、それに続いています。少し離れてラストインパクト、続いています。その外からディサイファー、各馬大欅を通過、先頭は依然として天のイクメン、2番手はローズキングダム、トゥーザグローリー、3番手オルフェーブル、まだ動きません。4コーナーをカーブして、さあこれからです。中にいるな、オルフェーブルは。先頭粘る粘る、3馬身から4馬身のリード、いや外へ持ち出している。先頭外からオルフェーブル、完全に先頭を踊り出たオルフェーブル。200メートル後続を完全に引き離した。2番手は天野タニタ、ぶっちぎった、離れました。完璧です。圧倒的な強さを見せました。オルフェーブル強すぎる。天野タニタ3着にスピルバーグ、これが三冠馬だ。オルフェーブル、オルフェーブル貫禄の勝利、ウィニングランです。うん、米国の G1 が3レース。丸森なんで出れなかったんだ、竹豊か乗せられなかったんだろう。でチャンピオンズカップですね。ポータル前かの一強ですね。
ベルバ、まあとはいえあんまり意味がないからな。天の通り最上位いいですね。さあチャンピオンズカップはブルーレイがトップです。ホッコタルマエを追いますが、エスペラーノ、一周だからこっちだ。キャンキャンもよく頑張ってくれましたね。次はまあ最後のレースは東京大賞典ということになりますだよね。でエネループは分からん、出すレースがないってこと。エネループ結局自分は一勝しかできなかった。いや、これではちょっとかわいそすぎます。ちょっと最後の花道を飾ってやらないとと言いつつ、難しいですよね、ここは。ここは、世話されるか、やっぱりここだよな。あ、出会えんか。海外は？何キロ世話されるんだろう。ってことで、出るレースがありません。ヘビロテがいるからな。まあ、ここ出てもしゃあないから、出すレースがないってことですね。ニコニコも最後のレースかな。これはさすがに。もう一戦、もう一年できるかもしれんけど、パリまで引退かな。さあ、そして天のつぼみ、7歳馬か。この馬も引退レースってことですかね。ああ、でも5勝しか してないからまだ引退させるわけにはいかないや。もうちょっと頑張ってもらいましょう。ブラックキャビアは短距離馬の U です。香港スプリント。このレースが引退レースかな、ブラックキャビアは。もういい、でも引退しさついてないんですよね。まあでも引退させるかな。ラキスタは、なかなか勝てませんね。どうしたもんか。とりあえずバイアコアハンデで勝ちの味を覚えさせようという、試みです。ブルーレイ、ああまあいいのか。ブルーレイこれ8勝なんですが、これ8勝じゃないんだよな本当は。ん、いやどうなんだ。金札は、あ、金札はまだだ。だからもう1勝は少なくてもしないといけないんじゃないかな。いや、一勝すれば OK ですね。金札確定なんで、ブルーレイはここのレースにかけます。ダメだったら来年もちょっとやります。でも、ここのレースでブルーレイは決めてほしいですね。まあ、出すレースがないからな、他。アラフォは2100はギリギリだな。iPhone ってまだ戦うんだっけ。
うん、覚醒だけどどうしよう。京都金牌なんか勝てる前ったらそっちに任せたいけどな。予定が一つも入ってないと怒られちゃうからな。うん、まあ引退でもいいような気がするけどな。金札取ってるし、まあ、カレンちゃんも同様ですね。そういう意味で言えばカレンちゃんももう引退でいい。そばにいるねはの同じですね。で、トゥルース。一生しかし、これはちょっと厳しいな。トゥルースは。AJCC だが。で、グーです。グーはこれからでしょうね。これから頑張ってほしいところ。といっても中央勝てるわけじゃないからな。賢さいい、精神力 C、 距離適性もなんか悪いし、ちょっと開花が遅すぎた。このフェーブルはこれで有馬登録ですね。有馬で引退することになるかと思われます。ライバルもいろいろ勝ってますね。ヘルシャザールには5勝。繁殖ボーナスが B になっております。ツイッターは2勝かまだ。これから勝っていきましょう。あ、でも早めだからな、ツイッター。ちょっと厳しいかも。で、インサイト。2勝なんだがな。まあ、こちら覚醒なんで、まだまだ、活躍できると言えます。しかし、厳しいことには変わりないと、なんせスピードがない。あ、それなら指示でスピードつけましょう。成長が促すか。いや、もうスピードって決めたいんだよ。ダメか。ダメか。全然。少し上げるとかしかないからな。金は10勝なので金札確定です。来年戦わせるか。パワーがちょっとな悪いですけどね。でもまあパワー関係ないのかな。ピッツ本当に勝負弱い。血眼は良くないのか。勝負根性も低いんだよな。で、蓮舫が、蓮舫も勝負弱い。ヤマガールが、勝てないと本当に勝てないからな。ヤマガールもしっかり。モニカオークスとか勝ってんのよな。あ、でも、これ3歳馬だからな。それはスピード D プラスなんだ。で、マイガール。5
ゴルシーが、ゴルシーあと2勝です。ここをまずしっかり取っていきたい。さあ、イクメインが、ん？イクメインどこに行くんだ？いや、無理でしょう。イクメインさすがに無理しない方がいいと思います。ということで。イクメインはレースを変えます。さすがに出ません。日経新春杯に変えます。で、海猿。は、仲間金牌。ハヤブサが戦後の2800。中一新聞杯でいいのか？個人的な香港カップですね。常に11勝を挙げております。まだ引退じゃないよな。AKB は、愛知杯。なんで？あ、金札確定したんだ。アリエッティがメイトリアークステークス。これからですね、ヘビーロッテ2着はあるんだけどな、スプリンターズ。柔軟性もパワーも上げてあげなきゃいけません。来年はパワーかな。精神力かな。ブラッカー精神力をちょっと上げてやりましょう。でコパのリッキーがマリブ、ね、あ強いですね。全勝しております。でタニタが、なるほどね。まあよく伸びてはいるんだけどし、いいんだけどな。まあアリバン行きましょう。仲間金牌。頑張ろうがゴールドトロフィー。G3 は取ってるんだな。で、アンドロイドがこれでオープン入りついに果たしましたね。芝だと両対応だが、芝の方がいいよね。スピード C、精神力 D か。あれ？あ、両対応なんだ、これ。まあ、しゃあないな、今年いっぱいは。来年はちょっと変えるかもしれんけど。戦後の2300、芝。上げぽよがいいのか。あ、でもこっちでもいいですよね、ならば。関門橋ステークス。あとは向かないのか、芝の方がいいのか。十字架は。でもそれならば、勝負根性 F って。CC とかじゃないしな。あ、まあでも出してもいいか。いや、2月の頭はどう？
あ、いいですね。白富士ステークス、これにしましょう。トレブが、ん？トレブこれ距離出せたら大丈夫？一応大丈夫だよな。まあ、あの、牝馬の三冠代表として出ても構わないが、枠足りるかな？マルモリがハリウッドダービー。なんとか取りに行きたい。ハゲポヨがディセンバー。ミッキーアイルと肩の維新ですね、出んのが。ミッキーアイルが有利だろうな。まあでも維新も G1 取ってるけどな。アベンジャーヒアシンス。ダートだからな。出るレースがそんなにない。で、エシンヒカリがホープフルですか。柔軟性 G。G って初めて見たや。スパイダーマンが来週か。フェルマエロがホープフル。いいんじゃないでしょうか。で、キャータンが、うん。まあ、いいのかな。育成してます。こんな感じですね。さあ、いきましょう。クラークハンデ、天のつぼみ、一番人気、最内枠120、ライバル、アニマルキングダム、タウンシェード、アメリカンドロールとかあたりもちょっと強いな。さあ、唯一の逃げ馬ですが、勝てますか？レースです。チャーチルダンズ競馬場 G1 クラークハンデ、ダート 1800m です。こちらアメリカのチャーチルダンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ソルトイラストリアス、好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくソルトイラストリアス行きました。続いて前へ行くのはエンチャンティドカフェ、アニマルキングダム。どうやら後方からの競馬、先頭に戻りましょう。大方の予想通り、先頭に立ったのは天のつぼみ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。その外にポットアルキメデス、タウンシェイド、それに続いています。少し離れてエンチャンティドカフェ続いています。その外からマレンジドール、オレンジの帽子、スナークエピセット、その後ろ、これに続いてソルトイラストリアス、ね、並んで4番スウェイルイージー、その外にアメリカンドロール、その隣にリズム、逃げずに射点圏内から攻めます。並んで12番フルバスカルボナリ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。この辺りで先頭が変わりました。ポットアルキメです。2番手はタウンシェイド、3番手に天のつぼみ、絶好の手応え。さあ、ここからどうやって伸びていくか。天のつぼみ、後続集団も追い上げが空いてますが、伸びが足りない。いや、まだわからない。先頭には踊り出た。外は最後の攻防、一気にアニマルキングダム、アニマルキングダム、わずかにアニマルキングダム、刺された。すごい素足だ、アニマルキングダム。もうちょっと力強く伸びてくれればよかったんだけどな。メントリアークステークス、アマナリエッティは一番人気となってます。118、112がドロップスプリングか、ザッツ・ミヤザールあたりか。あとはー
レース行きましょう。ネルマー競馬場 G1 メートリアークステークス芝 1600m マイル戦です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。 IC キャリー、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して IC キャリー花に立ちます。その後ろからはガルパーニアサンセット、この馬も上がっていく構えです。さらにはドロップスプリング、10番シルエットトゥーレ、その後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。先手を取ったのは IC キャリー、好位置をキープしています。アマノアリエッティ、その外にプレミエール、その後ろにパーフェクトスプーニー、サンディアンコシャス、そのうちに続いています。バーターイヤーズ上がっていきました。その外からムーンライトクレーム、ロッキーアイアン、すぐ後ろオレンジの帽子アルバニーインタレスト、その後ろ、すぐ後ろにザトツアミザール。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然として IC キャリー、2番手はカルパーニアサンセット、3番手にアマノアリエッティ、絶好の手応え。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。 IC キャリー伸びないな。外からカルパーニアサンセット先頭、残り 200m、 いやじりじりと伸びては来てるんだな。どうだ、2番手は IC キャリー、先頭カルパーニアサンセット、先頭並んでゴールイン。1、2着争いは接戦になりました。わずかにアマノアリエッティ、勝った、よかった。この勝ちはでかい、しかも大舞台。さあハリウッドダービーです。アマノマルモリ一番人気、3歳のアメリカ3歳の芝頂点を決めるレースとなります。110接戦ですね。クローシンクレスや、ゴームブランドらも人気です。2番人気はノーブルチューン、3番人気スマートナンとなっております。先行馬が少ないんでチャンスですね。天の丸森、このまま先行策で押し切ってもらいましょう。レースです。デルマー競馬場3歳限定 G1 ハリウッドダービー芝 1800m、 アメリカ芝の頂点のレースです。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スマートナン、これはいいスタートを切りました。ペタードベテルギウス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してペタードベテルギウス花に立ちます。その後ろからはスマートナン、この馬も上がっていく構えです。さらには天の丸森、栗色の馬体バースヒロイン、その後ろ、先手を取ったのはスマートナン、そして大きく離れてバラードハイフレンド、この位置です。その隣にクローシークエンス、クリシアウィロウ、すぐ後ろ、その外からトワイライトダイヤ、並んで10番プライマリンキャット、その横にノーブルチューン、グイネバズブリーフ、この馬もこのグループ、ゴームブランド、そのうちに続いています。すぐ後ろにクワイエットエンデバー、しんがりからスリーウェーブ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。7番スマートナン、依然として先頭、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として7番スマートナン、2番手は山の丸森、これは先頭を伺います。間を挟んでバースヒロイン、3番手最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界一番の使い合いだ。ここで先頭に立った天の丸森、これ重ねるな。一気に後続がやってきた。ノーブルチューン頑張れるか、天の丸森、いやさあつまらないや。ノーブルチューン、天の丸森押し切りました。2着はノーブルチューン、3歳の3着にクワイエットエンデバー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の丸森、まさしく日本が世界に誇れる馬です。やってくれました、天の丸森。お、千田さん初の G1 タイトルだそうです。山の騎手正解だったか。何をもらえなかったが。サステイヤーズステークスはクラブ馬です。凱旋クオリティ、凱旋告白2等か。
デスペラードですね。名前がすごい。ヘルタイメンツ、当選アボルドあたりですね、人気は。ダイジェスト行ってみましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。デスペラード先頭、残り 200m、 単独ですね。後続は遥か後方、2番手は当選アボルド、後続は大きく離れました。海外にも行くんかな、デスペラード。デスペラードぶっちぎりです。2着は当選アボルド、3着にエルタイムズ。デスペラード見事な勝利です。告白クオリティは伸びませんでした。さあ次です。阪神はチャレンジカップです。3頭出走ですが、1番人気アマナーラホーです。2番人気はウィンバリアシオンで、3番人気に片野山ガール、クラブやロコガールが、ロゴタイプが5番人気、アマの女子会が4番人気となっております。さあ先方どうするかな、はこのままかな。先方の有利不利はないですからね。ダイジェストいきましょう。阪神 G3 チャレンジカップ芝 2000m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、ロゴタイプ先頭、2馬身から3馬身引き離す。つまらない。 200m 一気に後続がやってきた。2番手はアマノアラフォー、ロゴタイプ切ったな。ロゴタイプか。ロゴタイプ1着でゴールイン、2着はアマノアラフォー、3着にウィンバリアシオン、見事に勝ちました。ロゴタイプ、クラブはロゴタイプの勝利か。3歳馬だからな、まだ分かる。お、こうしろ。え、誰に変えるの？はい、書いてないのはちょっと不親切。さあ、チャンピオンズカップです。1番人気ロイヤルデルタ、なんだこれ。アマノブルーレイが2番人気、3番人気北高クラブは北高タルマイ、4番人気カタノインサイトです。いやーブルーレイ頑張ってほしいけどな。ロイヤルデルタか、これは予想外ですね。北高タルマイか何かだと思ってた。ペルシャザールあたりも注意ですが、さあ先方をちょっと変えないといけないけど、でも先方の有利不利ないからこのままでいいんだよな。印は？なるほど。ロイヤルデルタ、アマノブルーレイの一騎打ちムードですね。ミレー使ってるしな。さあロイヤルデルタも招待馬なんだこれ。で、ブリーダーズカップダート。ダート？ディス、これ、牝馬限定のレースじゃないかな。2着っていうことですね。なかなか強力馬です。
レース行きましょう。さあ、中京競馬場で行われる秋のダートナンバーワン決定戦チャンピオンズカップ中京ダート 1800m です。中京競馬場で開催されるダートの頂上決戦、左回り411メートルの長い直線を舞台に白熱の戦いが繰り広げられます。 G1 チャンピオンズカップ間もなく発走です。さあ、最後は大外枠の片野インサイト、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。名村タイタン、これは好スタート。待ちかね日本バレ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく待ちかね日本バレ行きました。続いて前へ行くのは名村タイタン、さらには北高たる前6番ローマンレジェンド、その後ろ待ちかね日本バレ先手を取りました。少し間が空いてフォーティファイド、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、凱旋夢叶え、それに続きます。その隣にオーブルチェフ、その外にロイヤルデルタ、その後ろからはベルズハーツ、並んで5号パワーストラグル、その外から片野インサイト、これに続いてワンダーアキュート、オレンジの帽子アマノブルーレイ、その後ろフォロアボヌール、そのうちに続いています。その外にベルシャザール、最後方にベルクレバー、各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ、先頭は依然として2番待ちかね日本バレ、北高たる前ほとんど差がありません。フォーティファイド、3番手米国の主砲ロイヤルデルタ、まだ後ろ、この位置から果たして北高たる前先頭ですね。どうなる北高たる前、このまま引き離してしまうのか、外からなんか来たぞ。残り 200m、 天野ブルーレイ、ブルーレイだ、やった、オッケー、天野ブルーレイ1着、天野ブルーレイ勝ってくれました。2着はロイヤルデルタ、3着に北高たる前、これが世界の実力だ、天野ブルーレイ。これは大きな勝利、天野ブルーレイ。これで引退飾れるんだよな、ウィニングランです。金札を確定したから。これで1枠空きますから、来年のローテも楽になります。インサイトはまだまだかな、厳しいな。ちょっとさあ、ニコニコが1位ですね。ニコニコ出れんの？あ、出るんだ。トレブまでは出れるが、タニタとか出れない。タニタ出たいけどな。オルフェーブルが体調次第だろうな。ジェンティオーナー出ない。ケイオンはコックス取って出たい。トレブを牝馬代表として寝たい。結構今年はなんか、ね、悩みが深いよな。まあ、タニタ、ちょっと様子見るかな。他は別に、山ガールも出走とか言ってますが、出るわけないでしょう、女子会も。香港のレースか、4レース。して、阪神ジブナイルフィリーズに、天野キャーター登場、天馬ワンヌ、一番上に来て。20番の湘南イザベラ、ヌーボレコルトが いるね。よし、カルパーニアサンセットを破りました。おっ、さっきか、まあ、インサイトかわいそうだよな。まあ、打ち破りましょう。まあ、ブルーレイのために使うんじゃないんだからね。ニコニコは竹豊がいるが、まあ、竹豊じゃないだろうからな。
ラダイム山野さん。いいな、もう20勝してるんだろう。どうしようかな。長距離強くて、若いジョッキーっていないのかな。風の宇治丸。山岡健介なんかもいるんだ。ピーテキセってどこで見れるんだ。あ、松岡くん。ちょっと、頑張ってもらいましょう。さて、つぼみは？あ、なるほどね。いや、つぼみ出ないんじゃないの？あ、いや、まだ来年も頑張ってもらわないといけません、山のつぼみ。でも、頑張ってもらわないといけない言うても、厳しいけどな、金札は。だって、勝ってる、まあ、2勝。以外は全部地方だろ。つまり実質 4.5 勝なんだっけ。 1.5 勝、3.5 勝だな。無理でしょう。無理ですよ。ここ残り1年で制するのは。お数馬だからまあ来年も頑張ってもらうけど、ちょっと厳しいんじゃないかな。アリエッティはやってくれましたね。これ4勝目。芝なんで、あと4勝すれば OK ってことか。クイーンズシルバー以外の勝利ですね。ここら辺は良かったんだけど、なかなか勝てなかったんですが、宇宙牝馬以降のあれを見て、復調してきたんで、来年以降が楽しみです。ちょっと次のローテも決めちゃいましょう。エイジョとかでも良かったかもね。まあでもこの辺は出したいな、ビクトリアマイルは。牝馬限定のレースはない。ここかな。クロマークラシック、丸森はハリウッドダービーをしっかり取ってくれました。これからですかね。これからじゃないな、丸森は。牝馬限定レースも出れるからな。ちょっとやっぱり考えながら。あ、アメリカオークスも出んのか。どっちが有利かな。アメリカオークスどっちでもそんな変わらないか。マナーラ方ですね。AJCC。勝負弱いよな。で、山ガール。本当にどうしちゃったんだろう、山ガール。自炊でも全然ダメだからな。とりあえず。あと3勝なんだよ。女子会ブルーレイ、ブルーレイがチャンピオンズステークス勝って、これで9勝目か。フェブラリー一応登録してますが、これで引退のはず。ちゃんともう一回確認しとこう。ジャパンダートダービーと全日本2歳優勝の2つ。だから大丈夫なはず。
ちょっと丸森は鍛えましょうか。あ、ないんだ。アリエッティが4勝。スカイツリーがデビューして次にどうするかっていうことか。レースないからな。え、本当にレースないの？別に出てもいいんじゃないの？あ、違う。この馬、コバなんだ。ん？いや、ベンちゃん2歳馬だぞ。あ、今週があれか。全日本2歳優秀だから出会えないんだ。インサイトどうしよう。インサイトを鍛えましょう。やろう。結構上位は出走してくれるな、トレブまで。最上位、まあ当然でしょうね。湘南パンドラか。まあ強いよな、湘南パンドラ。ヌーゴデコルトとかも有能だろうけどな。お、ハヤブサとフィッツか。まあローカル重賞だからな。行きましょう、ネクスト。香港スプリントブラックキャビア一番人気。35ですね。ロケットマンとかいるけどな、ライバル馬として。ロケットマンも力が落ちたな。ヘイリスト、ヘイリストはライバル馬になりたいな。ミズリアクションあたりも先方のユーリフリは特にないと思います。このまま先行策で勝ちましょう。レースです。さあ、シャティン競馬場 G1 香港スプリント芝 1200m 電撃戦にブラックキャビアが出走いたします。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ前に行くのはどの馬か。エアロベロシティ前に行きそうです。ブラックキャビア、それに続いています。さらにはウィッシュシュプレス、古豪チャーターデザイン、その後ろエアロベロシティ先手を取りました。その外にリトルブリッジ、白の帽子ヘイリスト、その後ろ、その外からロケットマン、キングズゲートネイティブ、それに続いています。
カラリンムーブ、そのうちに続いています。並んで9番アイドルエーテル。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者、意地のぶつかり合いだ。エアロベロシティ先頭、後続との差は3馬身以上。このリードを保てるか。ブラックキャビア、足色は十分。なんか伸びが足りないぞ、ブラックキャビア。動かないんじゃないのこれ、エアオブヨシティに。ダメだ、負けた。そうでしょ。3着にゴードンロードバイロン。勝ったのはエアロベロシティ。見事な勝利です。ああ、エアロベロシティ、敗れてしまった。さあ、続いては香港バーズです。ゴールドシップ出走を2番人気、1番人気ポイントオブエントリーですね。ポイントオブエントリー128あるんか。アスカクリちゃん、あ、並んでます。一騎打ちムードとなっております。あとリトルマイクも強いね。クラブはエピファネイアも出走となっております。はい、では行ってみますか。レースです。シャティン競馬場 G1 香港バーズ、芝 2400m です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポイントオブエントリー、コースタートを切りました。ニュートリノオース、この馬もコースタートを切りました。先手を取ったのは予想通りニュートリノオース、さらにはリトルマイク、無敗のスチューデントサガミクス、その後ろニュートリノオース、先手を取りました。これに続いてエピファネイア、ゴーティアスブレイブ、それに続きます。その外からコンフォートリュート、さらにはキャロルドリワード、その後ろにアローナックル。この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。並んで4番テイムセイバー、ディビッツブレイベスト、それに続いています。その後ろからはアスカクリちゃん、その隣にカリフォルニアメモリー、最高峰追走はゴールドシップ。果たしてどの辺りから仕掛けるでしょうか。ゴールドシップは一番後ろからですね。各馬の上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。 1000m を通過、少々スローペース。後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。8番リトルマイク、レースを引っ張ります。すぐ後ろにニュートリノオース、大きく離れました。コンフォートリュート、内からはスキューデントサガミクス、その後ろにポイントオブエントリー。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてリトルマイク、最後方ニュートリノオース、ほとんど差がありません。間を挟んでスキューデントサガミクス、3番手ゴールドシップ、まだ来ない。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして、さあ一段となった4コーナー、内を突こうとしてます。内か中かな。リトルマイクは先頭だが、あれなんだ、ポイントオブエントリーだ。やってきた。届かないかな。届かないか、わずかに。1着、2着はゴールドシップ、3着にニュートリノオース、勝ったのはポイントオブエントリー。見事な勝利です。
ポイント、ポイントオブエントリーを貫禄前にゴールドシップ敗れました。さあ次です。香港マイル型のツイッターですが、3番人気ロードカラノアが2番人気、1番人気ドームアプローチか、ダイジェストかな。いやでもツイッターまあ厳しいよな、普通に考えたら。先方はまあ前行ってみるか、内枠だし。ダイジェスト、シャティン競馬場 G1 香港マイル芝 1600m ダイジェストです。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者の争いだ。ダンエクセル先頭、外からドーンアプローチ先頭、あと 200m ドーンアプローチ、余力は十分、さらに引き離していく。2番手はグロリアスデイズドーンアプローチ、ツイッター1着ドーンアプローチ完勝、2着はグロリアスデイズ、勝ったのはドーンアプローチ、見事な勝利です。ツイッター7着か、ドーカーノアが3着、力負け。さあ、香港カップです。ジェンティル女1番人気ジャスタウェイですね。プリマカルタフォアステラス、まあでもレーティング的にはジェンティル女が抜けて2番人気か4番人気を3頭が競っているって状況です。レース行きましょう。さあ、シャティン競馬場の香港ウィークもいよいよメインレース、香港カップ芝 2000m G1 で行われます。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。シンフォニーマイニング、これはいいスタートを切りました。ドーケイヘイロー、この馬も好スタートを切りました。予想通り先頭に立ったのはドーケイヘイロー、2番手はシンフォニーマイニング、さらにはアキードモフィード、古豪イージーパーシブ、その後ろ先手を取ったのはドーケイヘイロー、そして大きく離れてアフターケイサス、この位置です。そしてやや離れてジャスタウェイ、すぐ後ろにボアステラス、これに続くのがセカンドプライマリー、少し開いてアンシェントカリフォルニア、その隣にダンストランクイリティ、その外からビートゥンアップ、プリマカルタ、そのうちに続いています。後ろからの競馬になりました。ジェンティルドンナ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。しんがりからエイブルフレンド、 1000m を通過、これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前はドーケイヘイロー、リードは6馬身ぐらいあります。ドーケイヘイロー一人旅、大きく離されて2番手はビートゥンアップ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ドーケイヘイロー先頭、外から勢いよくビートゥンアップ、さあ先頭に立ったのはビートゥンアップ、リードは2馬身から3馬身、残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はジェンティルドンナ、ジェンティルドンナ先頭に躍り出た。ビートゥンアップジェンティルドンナ、貫禄の勝利、完勝。2着はエイブルフレンド、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ジェンティルドンナ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。11連勝、逃げるステークスは飛ばします。中日新聞杯です。1番人気山のハヤブサ、2番人気山のフィッツ、1番2番人気を
閉めております。天のハヤブサグリグリです。天のフィッツも全部二重丸か。このままでいきましょう。ダイジェスト。中京 G3 中一新聞杯芝 2000m です。さあいよいよ直線の攻防、もう持ったまんまですね。先頭後続を引き離しにかかる成田クリスタル、懸命に追いすがります。あと 200m 後続を完全に引き離した。後方から一気にタッチミーノット、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はタッチミーノット、3着に天野フィッツ、1番人気に応えました天野はやぶさ、見事です。前線さあ、天野スパイダーマンデビューです。1番人気グリグリ、2番人気エンシンアロンジーですが、変身道では行きましょう。ダイジェスト。中京2歳新馬戦芝 2000m、 天野スパイダーマンメイクデビューです。さあ直線に入りました。もう持ったままです。天野スパイダーマン先頭、リードは2馬身から3馬身、エイシンアロンジー2番手、手応えはどうか。あと 200m 後続を大きく引き離しました。2番手はエイシンアロンジー、ですね、天野スパイダーマン、この馬で決まりか。天野スパイダーマン1着、天野スパイダーマン完勝。2着はエイシンアロンジー、これは桁外れの強さだ。天野スパイダーマン、楽しみです。さあカペラステークス天のヘビロテ、ここはなんとか勝ってほしい。ヘビロテ3番人気か。クラブは凱旋スマホが4番人気だが、あーラブミーちゃんがいいのか。セイクリムズン、この2頭にはかなえそうにないな。あとスーにもいる。凱旋スマホあたりか。先方選べますが、まあ特に有利不利はないだろうな。追い込みにあってもそんな変わらないし、一緒だもんな。ダイジェストいきましょう。中山 G3 カペラステークス、スタート 1200m 電撃戦です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。あと 200m セイクリムズン追い上げてきた。ラブミーちゃん必死に追いすがります。伸びないな。セイクリムズン抜けた。2番手はラブミーちゃん、セイクリムズンゴールイン。2着にはどうやらシルクフォーチュン、見事に勝ちました。セイクリムズン、ラブミーちゃん敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。回線スマホ6着、ビロテア7着。さあ、阪神ジブナイルフィーズです。天野キャータン1番人気、2番人気はヌゴレコルト、ポーラヤキコ、ペットリベール、あと湘南パンドラあたりかな。
店の窓あたりも怖いですが、レース行きましょう。2歳女王を決めるレースです。阪神ジュブナイルフィリーズ、芝 1600m で行われます。阪神競馬場、発走の時刻が近づいてきました。2歳牝馬の頂点をかけた戦い、阪神ジュベナイルフィリーズ。芝 1600m は桜花賞と同じ舞台、来年のクラシックを占う意味でも重要なレースです。さあ最後は大外枠の目白馬のゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。蓬莱明子、好スタートを切りました。ヌーボレコルト、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく蓬莱明子行きました。続いて前へ行くのはヌーボレコルト、さらにはフォーエバーモア、10番ダッパーブリス、その後ろ蓬莱明子、先手を取りました。好位置をキープしています。天野キャロータン、キシーザベル、それに続いています。その隣にオーム上海、その外からレッドリベール、内からはテンマバルサ、その外にマイネセフト、その外に湘南パンドラ、テンマンヌ、そのうちに続いています。その外にメジロバド、並んで13番グローブルーリー。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はまだ7番蓬莱明子、2番手はヌーボレコルト、フォーエバーモア、3番手天野キャロータン、いい位置、安城のゴーサインに応えたヌーボレコルト、中から突っ込んできた。天野キャロータン先頭、ヌーボレコルト追いすがります。ヌーボレコルト粘ってるが、なんか外から来てるぞ。あれは天野キャロータン、2番手は湘南パンドラ、湘南パンドラか。天野キャロータン、でも先頭だ。天野キャロータン、さあ詰まりません。2着は湘南パンドラ、3着にレッドリベール、これが世界の実力だ。天野キャロータン、2歳女王に輝きました。天野キャータン、ウィンニングランです。単中央は厳しそう。まあ、って言っても58キロだからな。牝馬とはいえ、頑張ってもらいましょう。エイプルフレンドとがライバルになった。アドマイヤラクティ？まあ、どうするよ。もう安田記念。いろいろもらいました。ラキスタ最上位勝ってもらう。あ、でも G3 だからな、このぐらいは勝ってもらわないと。ミッキーアイルか、主要馬ですね。ミッキーアイルは最終年じゃないの、出口さん。スペシャル貨幣は父天野ドンタコスなんだ。タコイズ、天野そばにいるねが出てきます。そうだ、パーナイトあかんよね。なので買うとしたらもう お守りは大したことない。なのでちょっとまあ
とで、毛の色がわからない。調教師が注目してるのはこれ、どっちが上だ。白けりゃ買うけど、あ、なんかいますね。ジェットコーナーズ。秘書は中。でも秘書、そんなに意味ないからな。キャンベルジュニアあったりとか。まあ、国内の社内の買った方がいいかも。これなら、よく、毛色、プチコ、あ、プチコ持ってんだ。そうだ、プチコ持ってんだよな。チコ買ったんだな。チコ、まあ、悪くはないけどな。まあこれだけじゃないよな。もう一頭買っとかないと買ってくれないかもしれないね。お、ウィンファブリアスいるじゃないですか。フランボルーヌ、なんだこれ。欲しいのはこの辺ですね。なるべく牝馬の方がいい。ミシンバランサーどんな馬なんだ。あ、なんか怖いなぁ。まあでもオス馬だからそんなに気にする必要はない。ダンスーズデトワール。うん。引き額0万円ってなんだ。まあブランシェクールだ。え、ブランシェクールっていい馬じゃないですか。これブランシェクールはそんなことはないか。10億まで馬だ。でもブランシクを子供がいい馬を出したとかじゃないの。そんなことはないか。まだダメですね、この馬は。ブランシクール結構注目されてた馬だったような気がするんだけど、そうでもないんだよな。このまま買っとくか。適当に入れときましょう。ん？あ、あれ？カイエン以外全部売れてたんか。完売してたんだ。さ、ダントツですね。ぶっちぎった。の賞金も凱旋が2位なんだ。凱旋も名声上げてきましたね。苦情でもまあ何をファームが、あ、でもいい勝負になってるかまだ分かんない。
この4強も争いっていう感じですよね。ブラックキャビア？まあでももういいでしょ、ブラックキャビアは。牝馬だし。惜しかったな、ゴルシー。あと2勝。1月になってから考えましょう。加藤ツイッター放牧です。ジェンティオンナが香港カップ勝ってます。まだジェンティオーナー頑張れますね。来年までだろうな、ジェンティオーナー。ん？ジェンティオーナーは？あ、今出ないんだろうな。なあ、まあ問題なし。桜花賞、オークス以降全部勝ってますね。結構最初つまずいたんだが、そこ以降はしっかり勝ってるのか。まあ阪神ジュブナイルフィニーズは取ったんだけど、桜花賞取れなかったんだよな。ハヤブサが中日新聞杯を勝って12連勝になりまして、2400いいんじゃないでしょうか。ハヤブサこれからです。パワーが欲しい、やっぱパワーだよな。うん、ということでパワーを重視いたします。で、フィッツか。AJCC じゃ長いよね。AJCC じゃない。G3 すら勝ててないのに無理です。彼は結構溜まってるから、うん、どこがいいんだろう。ここだと長いんだよな。愛知杯だろうな。ヘビロテはシルクロードか。まあ距離的にはシルクロード妥当だよな。ああ、まあダートより芝の方が絶対いいよな。ああ、ダートダメだな、この馬。普通に芝がいいと思います。で、スパイダーマンどうしましょう。フリーディア賞言ってますが、距離がな、そんなに中距離か。中距離ってマイルから2200ぐらいまでなのから、まあ空転とかがだろうからな。芝だしね、ちょうど。健
ここは上がったが、うん、こんなんまなんだ。あでもスピードとかすごい持ってるよな。パワーもあるし、いろいろ積み重ねた血統ではありますね。グリーンデザート系ってすごいな。ランジグなんだ、ね。まあ普通にフリージア賞でもいいけど、一生クラスか、まあ一生クラスだとかな、わからん。1月だったら何がある？黒竹賞、まあ若竹賞とかもいいよね。これに出しときましょう。じゃあ行きますか。バイイヤコアハンデです。天の秋スタです。一番人気ですが、まあいいね、つい負けられないよね。ダイジェスト、ロスアラミトス競馬場 G3 バイイヤコアハンデ、スタート1700m です。最終コーナーをカーブして抜け出しましたね。入りました。アマノラキスタ先頭、粘る粘る、3馬身から4馬身のリード、残り 200m、うん、これは勝っただろう。アドバンテージをキープ、後ろはどうか。2番手はレーシングジュロア、アマノラキスタ、それでも差詰められてんだよな。レーシングジュロア3着にクローズハープチズ、アマノラキスタ見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。香港ゴールドトロフィー、片野を頑張ろう、一番人気。ダイジェスト、ソーダ競馬場 JPN3 兵庫ゴールドトロフィー、ダート 1400m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ナイキマドリード先頭、1馬身から2馬身のリード、あと 200m、 先頭は依然としてナイキマドリード、2番手はオートリキーパー、ナイキマドリード、粘る、ナイキマドリード、ナイキマドリード、1着2着にはどうやら片野ガンバゴール、3着にオートリキーパー、これが地方の実力だ。ナイキマドリード、さあ次です。ターコイズステークス、天のそばにいるね、 1.7 倍、ダントツ1番人気。グリグリ、フミノイマージン、ベイビーデューラが対抗になってくるかな。そば人気がサウンドオブハート、まあこのまま行きましょう。ダイジェスト、中山 G3 ターコイズステークス、芝 1600m です。4コーナーをカーブして、はい、この先頭、あと 200m、 後続は遥か後方、天のそばにいるね、先頭です。この58km、 何のそのぶっちぎりでした。ハート完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はレッドオーバル、これが世界の実力だ。天のそばにいるね、58キロだったら全然いいでしょうね。ここからレッドオーバルとか51とか52なんだ。
番急所は、いや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 、ナメプーフ。いくらハンデ戦とはちょっとナメプかな。さあ、ベテルギウスステークス、天のアンドロイドです。8番人気だが、いや、これレース見ましょう。さっき見なくて、勝たれてしまったからな。どんどん成長していくと思うし。人気とか関係ないです。ダイジェスト。阪神オープン特別ベテルギウスステークスダート1800メートルです。4コーナーをカーブして先頭です。これからです。天のアンドロイド先頭。後続とは3馬身以上、さらに突き放します。強いな。あ、もうぶち切った。本格化だな、天のアンドロイド。完璧です。予想以上の強さが。2着はエリモイグニング、3着に名勝タッチ。これは物が違う天のアンドロイド。中国境なんかそんなに有利じゃないしな。次は重賞いきましょう。ディセンバーステークス、刀揚げポヨ一番人気。エンマシペルもいますが、もうアゲポヨがダントツですね。ダイジェストいきましょう。中山オープン特別ディセンバーステークス芝1800メートルです。4コーナーをカーブして、さあもう先頭に踊り出ました。先頭残り200メートルを通過して、後続は遥か後方来ているが、2番手はラストグルーヴ肩の上げポヨ先頭だ、肩の上げポヨゴールイン。2着はラストグルーヴ肩の上げポヨ、ね、見事1番人気に応えました。もっと差を広げてほしかった。グッとくる。いや、分かってるんだけどな、ぐらい。それを活かせるかどうかってとこだよな。さあ、サイハイフューチュリティステークスがやってまいりました、1番人気はミッキーアイル、片野維新が3番人気、2番人気がイスアボニータか、イサオイータ、京成杯2歳ステークスお前ですからね。ただミッキーアイルは本種も本命を取りました。片野維新はちょっと落ちるかな。 G1 馬ではあるんですけどね。里のアラジンか、あとは。さあ、これ、片尾維新は戦法変えられますが、特に前に行く馬も少なくないんで、このままで行きましょう。さあ、レースです。さあ、2歳のチャンピオンが決まります。サイハイフューチュリティステークス。阪神競馬場 G1 芝 1600m で行われます。先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース。ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。おっと、パトマインレイブン。ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。
大丈夫です。最後にオートリハッスル入ってゲートイン完了です。スタートしました。ビッグフィアレス好スタート。エンマビクトリー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してエンマビクトリー花に立ちます。その後ろからはビッグフィアレス、この馬も上がっていく構えです。カトマインレイブン後方からの競馬、前に戻りましょう。エンマビクトリー先手を取りました。その隣にウィンフルブルーム、その横にビッグフィアレス、イスラボニータ、外のコースを回っていきます。もう3コーナー。ミッキーアイル、アジアンエクスプレス、それに続きます。これに続いて名勝マフィン、すぐ後ろにダノングリレット、その外にオートリハッスル。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。この辺りで先頭が変わりました。ウィンフルブルーム、エンマビクトリー、3頭が先行集団形成してますね。3番手ミッキーアイル、いい位置です。さあここからどうか。4コーナーをカーブしてミッキーアイルがもう中を割ってきた。ミッキーアイル2馬身から3馬身のリード、内で食い下がるウィンフルブルーム。この位置はちょっともう圧倒ですね。ミッキーブルー一気に里のアラジン、2番手は片の維新、ミッキーアイル今ゴールイン、段違いの強さです。2着は里のアラジン、これが世界の実力だ。ミッキーアイル、ミッキーアイル圧倒しました。2歳ではもう敵いないでしょうね。ウィニーグランです。最強出走だ。まあ有馬記念ですら4レースなんだからな。海外は2レース。さらに東京大賞典2レース。東京大賞典2頭、ホープルステークスも2頭です。すごいな。さあ。有馬記念の展望です。オルフェーブルか、ニコニコフェイトの英雄、オケオトレブ、いやモッチ馬が4頭、嬉しいですね。これえ、何これ何？お、あ、フランケルだ。え、嫌です。いいえ。なんか売ったら海外牧場もらえるとかだったらありなんだけど、そういう見返りも何もないからな。オス馬だったらどうでもいいや。最上位だろうな。さあニコニコがトップか。剣を取れば。オルフェーブル白三角なんだ。いやそんなことないだろう。アイシンヒカリの方が上なんだな。アドバテルマイロラ。いや、ステファノス・トゥ・ザ・ワールドと比べたら。じゃあ行きましょう。まず、テルマイロが今週出走。ミッキーアイルは新山記念か。いや、出さんでいいでしょ。まあ、マイルまでか、この馬。じゃあ無理だな。もうちょっと、出すレースを絞った方がいいです。この辺とか、この辺だよな。ここ行きましょう。雑園ギャッツビーらを相手に。こんな感じですね。ちょっと叩き合いの一層ちょっと
欲しいよな。これまあ背負されるよな。うーん、といったらここだよな。リントンカップ出ないけど、あれ、いや違う、ここに出て、あ、ほぼダメなんだ。このレースは出れないんだ。じゃあもうここしかないじゃないですか。ちょっとあの金利を背負わされますが仕方ない。54キロなら我慢できるだろう。維新は京成杯でも G1 取ってるからな。別にこんなとこ出なくてもまだいいよな。悪くはないけどな。とりあえず一周放牧してまた考えましょう。戦後の2300だから皐月賞は勝負になるけどな。うん、石井光は今週出走。スカイツリーが若竹賞にスプカイダーマン。まあ一周放牧していいと思う。トレブが、うん、マルモリが、で、コバノリッキーがマリブ。タニタが、タニタどうする？まだ一勝だぞ、タニタ。いや、こんなとこで終わっちゃいけないよ。健康が本当にダメだよな。報告は絶対するんだけど、ここか。ここですよね。2月の一周に戻ってくるように調整しましょう、ローテを。で、こだまでしょうが、仲間金牌、それでいいのか。まあいいんじゃないかな。いいけど別のレース出てもいいかもね。別に2000にこだわることはないと思う。海猿もいるからここのレースはやめましょう。うん、なんだこれ。JCC ちょっと微妙に距離長いんじゃないの。まあ頑張ろう。まだオープン特別いけると思うよ。公開とかでもいいしな。根岸とか、根岸とかいいよな。白富士とかでも OK。 まあ根岸行きましょう。で、アンドロイドがご覧の通り、チリジカがオープン特別。なかなか勝てなければまだまだっていうとこですね。で、AKB。なるほどね。次。アリエッティ。行きましょうか。で、牝馬限定じゃないとダメってことはないよな。まあ、覚醒なんで、でも無理せんどこ。シルクロードか。まあ、いいんじゃないかな。芝の方が絶対いいしね。
女子会。距離は大丈夫。トラッカーは東海ステークス挑みます。距離はまあいけるんじゃないでしょうか。はやぶさ、うん。2400は大丈夫。覆面は JC4 着。まあ全然大丈夫。この馬向きですね。狙っているレースです。慶音が、慶音出るんだ。金札勝手にしてるから大丈夫だな。ピッツは、愛知杯。なかなか勝てないんだよな。うん。客室は相変わらず客室のままでいい。蓮舫が阪神カップ。山ガールは放牧、前ガールが、うん。あ、これ放牧してるな。オルフェーブルはここで引退となります。インサイトが、なんだこの疲れ方。やばすぎるだろう。ああ、まあ育成してるからか。iPhone どうしよう。いや、なんで金牌なんだ？いや、もう引退でしょうね、iPhone。カレンちゃんが、うん、引退、これも引退です。そばにいるねが、どうするかちょっとわかんないけど、グーが今週出走、ブルーレイはもう大丈夫でしたと思うよね。まあ川崎記念で出すなら川崎記念でもいいけど出さないけどね。どうだろう。いや、長いよ、距離。アラフォー、これはない。白富士行きましょう。え、なんで？アラフォー何キロ世話されてんだ？え、なんで79キロもと、習得賞金がでかいんだ。なんだ俺。いや、出すレースが難しいな。芝のみだしな。1008。これこそここでしょう。NGCC は回避。アラフォーここにいるブラックキャビアも引退じゃなかったっけ、ブラックキャビアも。ニコニコが有馬。つぼみが、厳しくなってきたよな。いや、佐賀記念じゃないと思う。先級の2700だろ？とりあえず、ここですよね。2月を1周まで放牧。まだ、ちょっと走らせたい。お数馬だしね。キャンキャンが、キャンキャンはもう引退なんで、ほっときましょう。そして、もう一つやっておかないといけない仕事が、車内の馬、強奪だな。繁殖牝馬。食品馬だよな。
上じゃない、馬情報で繁殖牝馬で、ヨシの、ダリとかダリシアってどういうの、まだダリシアっていうのは50、ああなるほどな、これキングダム持ってるやん、え？何こいつ？あ、アニマルキングダムの3区なのか。じゃあもうどうでもいいわ。まあ、どうでもよくはないよね。ただ、ただ金札持ってるから、その金札をあえて失いたくないっていうのはあるよね。うん。何これ、ん？お、こいつ要注意です。またこいつ金札じゃないか。なんで、いや、どうしようかな。うん。で、サラフィナを打っちゃいます。いや、どうなんだろう。サラフィナってどうなんだ。今年が2013年だから、なるほどな。多分このサラフィナって。スーパーホースだと思うんですよね。ああ、なるほどね。いや、ただ能力が高い馬だけの馬だったのか、サラフィナって。まあ、とはいえ売るわけにはいかんよね、サラフィナは。そして
ダンスインザムード、12歳か。ちょっと12歳は、あれやな。ちょっとこのくらいのクラスにいるのは別に我慢していいかもね。カオルグランス、カリムコーデックス。カリムコーデックスっていうのがいる。父親山の想定内じゃん。で、こいつを売っちゃう。オーファームに売った。サプレザもいるんだ。サプレザ切り札ですね。レーザーは、里のインプレッサ、クロステー、ルーズベルトゲームあたりか。里のインプレッサが毎日王冠で、ルーズベルトゲームはダメだな。まあ、行っちゃおう。閉山牧場。なんかいろいろいるなあ。あ、レッドデザイアなんかもいるんだ。ナポリ。トルネード3区だったんだ。それからレッドデザイアってどの、札なんだろう。金札だったらちょっと買いにくいな。あ、金札か。金札は嫌だな。ビッグデザイアノスタルディア。そんなに繁殖としては実績上げてないのか。金札はちょっとパスだね。オリーブマーシャル。と、たくさんいるな、吉野の馬。ここまでか。吉野、あと、白老牧場と、ノーザンか。ノーザン。
レイナ・カスティーニャ。うん、なるほどね。たくさんいるな。ダイヤモンド D はダビッツフライ。ピッツフライか。あ、こいつ金札なんだ。じゃあ買えないな。こいつは何者なんだ。で、ただプルトガンク。いや、でもグランアレグリアだな。この中で言えばマイルチャンピオンシップ。これが2016年の産駒なんで、再来年ですね。グラントガン。買いましょう。で、売ります。フォーハーム。フォーハーム儲かってるな。もう一頭ぐらいちょっと使おう。アゼリとオールフォーガリバージンジャーパンチ。うん、ギフだったら買っちゃいましょう。でも15歳だからな。あ、ロイカバードっていうのを売ったばっかりなの。
ール。うん、これを買いましょう。あ、リーブズ対馬のこれサンク母親じゃん。ポカポカファーム、こうしてどんどん、あのメイビーとモシーンが気になるな。むしろ若い方で、稼働年数が高いからな。金札か、まあ買いましょう。ちなみにメイビーはシーツバーは何売ってるかな、よくわからん。でもディープインパクト3区ばっかりだな。早熟バカ、まあ買っとこう。ギフの札は5枚か。で、メイビーと、モシーンも銀札なんだな。タピッツフライとかが有能か、タピッツフライサロミナあたりが有能か、タピッツフライ、まあ、みんな札ついてるね、この辺のクラスだと仕方ないんだけどね。銅ぐらいだったら買ってもいいけどな。キングス、え、キングなんだこれ。キングスローズ。怖いなぁ、キングスローズ。なんかいろいろたくさん売ってるんだなぁ。この辺でいいか。売りましょう。リーズファームに売却。タコのリリーズってわけで、これでいいか。ひとまず今回ここまでですね。終了です。はい、ということで、これで、これにて、12月3週まで進みました。年末年始ですね、次回は、を経ていきます。そして、2014年に突入となります。はい、今回ここまでとなります。見ていただいてありがとうございました。ツイッチで配信を行いました。自分のチャット欄にツイッチ、YouTube、Twitter、X のアカウント持ってますので、ぜひアクセス、チャンネル登録、アカウントのフォロー、などよろしくお願いいたします。ご視聴いた、
またですね、この配信、YouTube のアーカイブとして2日後、17日21時頃にプレミア公開予定です。ぜひ YouTube でもご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。